をしませんか。皆さんこんばんは、君色プロジェクト高槻あくびです。ガールズガールズガールズフライングハイ、君色としませんか、今夜も始まりました。はい今夜もね、この君色としませんか始めていきたいと思いますが、なんとね、聞いてください、個人的なものであれなんですけれども、うん、あのね、これ来週のね1月20日にはね、あくびもうね、あれ23歳になってるの。だから22歳最後の放送ですそう、あくびね誕生日が1月19日なんですよ。だからそう、20日来週の1月20日にはもう23歳になってるので、ラスト、22歳ラスト週になっていますが、これね、なんで今あれなんだよ、来週ちゃんとあくびのお誕生日をお祝いしてねっていう分かってる皆さんね、リスナーの皆さん、すごい魅力的なリスナーの皆さんならね、ちゃんとこれを意味を分かってくれてるかなと思うんですけれども、あくびは今週で22歳ラストの放送になりますという感じでね、22歳最後の日も頑張っていきたいと思います。でね、あのさ、先週ね、ここで誓ったちょっとだらしない部分を改善しようっていうあれをね、毎週のこの冒頭でリスナーの皆さんに発表していきたいっていうのを決めたんですけどでもちゃんと気をつけてるんだよ。そう、ちゃんと気をつけてる。私ね、まず家帰って脱いだ靴下はちゃんとね、その洗濯物のカゴのところに入れる、これもちゃんと気をつけたしお化粧したまま寝ないとかね、ね、ちゃんとやってるからさいやでも今週は比較的にちゃんとできてると思うから、ちょっと来週もねちゃんと見張っててくださいね。ちょうど1年長いから気が緩むね時もあるかもしれないから、ちょっと見張っててください。はい、今週も始めていきます。さて、この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組やライブの感想、質問のほか、各コーナーにもたくさんのお便りをお待ちしています。メールアドレスはきみいろ @fmfuji.jp、 きみいろは kimiiro です。また FM 富士の番組メールフォームからも送ることができます。そしてこの番組の公式ツイッターもあります。@きみふじ2019で検索してください。こちらのアカウントやハッシュタグきみいろとしませんかでもメッセージをお待ちしています。それでは始めてまいりましょう。今夜のオープニングナンバーです。きみいろプロジェクトでダーウィンダーウィン。あくびがお送りしています。君色としませんか。それでは今週も早速メールを紹介していきます。
ラジオネーム町猫さんからです。今回の年末年始は都内になぜか人間がたくさんいた気がするけど、おかげさまでご飯に困りませんでした。あくびさんはいつも猫に何を食わせてやってるんですか？確かに年末年始ね、年末年始も都内に人間はいがちだよ。まあ今週もさ、もうさ、もう説明いらなくなったよね。猫からメールが来るラジオ番組なんですね。もう説明いらないよね。いつも何、あ、なんかさ、あくそのもちろん外のさ、この野良猫には勝手にさ餌をやったりはしないわけね。そこはさ、そのね、礼儀があるから、礼儀とかマナーがさあるからね、そういう勝手なことはしないんですけど、あのさ、チャオチュールにさ目がない猫めちゃくちゃ可愛いよね。あくび、あの動画とかをさ見るのすごい好きなの。チャオチュールこうなんか欲しがってる猫、あれチャオチュールって何入ってるんだろう、なんであんなね美味しそうに食べてくれるんだろう猫ってね。あとさ、あくび、あのまたたびこうさ、そのご飯にやってさ、なんか猫がさふわふわ酔っ払っちゃうさやつ、動画とかね、なんかそういう姿を見るのがめちゃくちゃ可愛くて、またたびいいですよね。またたびに目がない猫結構可愛い。猫からしたらさ、もうなんかとんでもないのかもしれないけどね結構グッときます。はい続いてラジオネーム猫相談係様からです。この番組を聞くようになって、世の中にはいろんな猫がいるんだなぁと感心しています。僕は生まれてこの方、家から一歩も出たことがありません。そのせいか、たまにウキーとなって壁紙を引っかき回してしまいます。あくびさんや他の猫さんはどうやってストレスを発散しているんですか、教えてくださいあ、じゃあもう生まれてからずーっと家猫なんだね、えこのね、にゃんこは。そうなんだ。そうなるとさ、猫の世界、この猫にとって世界はさ狭いというか、まあ、そう、家の中の世界が全てってことなんだもんね。確かに外の世界もね綺麗なんだよ。空は高いし、空気は澄んでるし、たまにねお散歩にね、ご主人様にね言ってお散歩に連れてってもらってほしいところですが、ストレスの発散か他の猫のストレスの発散もね気になるけど、あくびは、あくびあんまりね、なんかストレスを感じないんですけど、なんかね、なんか忘れちゃうの。なんかその なんだろう、あんまりなんか怒りとかをが起きないんですけど悲しいなっていう感じとかはもちろんあるんですけど、それをなんかストレスだなってこうあんま思わなくて、でもなんだろうな、もやもやすると、まあとにかく寝るでも猫もそうなんじゃないかな、よく寝てるし猫ってね。猫かもしれない、首もで、寝て起きたら大体のことは忘れてるの、忘れちゃってるのこれがいいのか悪いのかですけどそうなんだよね。なんだろうね、あとなんかさ、人に話して発散するっていうのもあくびあんまりなくて、そう、なんかもう相談するとかがちょっと苦手な面があるんですけど、そうだからあんまり感じないなって思うのと、そうなんですよ、なんか人にね相談するのは苦手なんですけど、
でもその分ね、猫にね話を聞いてもらうっていうのが確かに一番のストレスの発散方法なのかもしれないね。猫はさ、やっぱさ、すごいんだよ毎週言ってるけど、猫ってさ、あくびの話をね黙って聞いてくれるのね。で、あ、猫と話すのって大事なんだやっぱり。そう、改めて今さ関心、何、改めて自分で考えてなるほどって思っちゃったけど、猫と話すことによって猫が答えをくれる時もあるのよラジオはさもう人間の言葉話しちゃってるけどそうじゃない時は猫に話して、うんうん、あ、でもそうじゃないのかもみたいな、ね、こう例えば、ね、こう髪の毛を、ね、短く切った方がいいと思う？いや、でも長い方が似合ってる、長いの伸ばしてから決めた方がいいんじゃない？とかこれ冗談ですけども、なんかそのなんだろうな、ね、自問自答とも似たようなあれかもしれないけど、猫と相談することが一番のストレスの発散方法なのかもしれないって気づかされました。ありがとう猫相談係様ね、ありがとうございますみんなのストレス発散方法も気になるね。リスナーの皆さんも猫のみんなもね、ぜひ送ってきてください。そしてそう、あくびが実践したいかもね。はい、続いてラジオネーム猫匿名からです。猫です。たまに人間で猫の肉球が好きっていう変態がいますが、あれは何なんですか？猫腹です、やめてくださいだってみんな、人間のみんな聞いてる？やだって猫肉球、猫腹だってダメだよ、やっぱ猫が嫌がることしたらね。だって猫悲しんでるから。匿名で来てるよ、しかもこれさ、今思い浮かんでる人いるんじゃない？あ、僕かもってね。猫とね仲良くしましょう。でも肉球はめちゃくちゃ気持ちいいし癒しだよね。あ、変態なんだ、変態だったんだあくびでもたまにだから、ちょっとだから許して。あくびもそういう節あるけどね、許してね、許してにゃん。はい続いてラジオネームにゃんこの時間さんからです。お、猫クイズです。一般的に猫が触られて嫌がることが多いと言われている場所はどこかにゃ。4択だ。1、首の後ろ。2、お腹。3、顎の下。4、腰。正解はえ、これさ、あくびが思ってるのは2番のお腹なんですけど、違うのかな。あ、これ正解ですよね。ねえ、お腹正解だよねディレクターさんから正解です、さすがって今ね来たけどさ、声がねバックヤードで声来たんですけど、そう、お腹やだよねやっぱり。でもさ、なんかさ、もうなんか家猫でさ、昔からもうずっと飼ってる、ちっちゃい頃から飼ってる猫ってさ、わーってお腹見せてくれる猫とかいるよね。あれってやっぱすごいんだなって見てて思うけど、嫌だから見せないよね。犬はさ、ワンちゃんはさ、ね、お腹見せるのが結構もうなんかすぐ早い、ちょろいけどねちょろいしね、なんかなんか気持ちよさそうな顔してくれるけど、猫やっぱ嫌なんだ。あとなんか尻尾とかも嫌だよね。ねえ、分かってますよ猫のことは。だって猫好きだもん、分かってるよね、ちゃんと分かってるよ、猫のみんな大好きだからね感じでね、今週も安定に猫からのメールが来ましたが、それではここで1曲お届けしましょう。マットバイオレットでクルソダ。
助あくびがお送りしています。君色としませんか。続いても皆さんからのメッセージを紹介していきます。ラジオネーム大田橋一丁目さんからです大丈夫これ住所最近世田谷方面にヒゲボーボーの人が目立ちますが、あくびさんはおヒゲは好きですかこれどういうこと待ってこれなんでこれ何が迷い込んでるのここに。ねえこれさ、アレキサンド・ミケーレの話をしたから間違ってヒゲボーボーの人が迷い込んできちゃった。あくびは別にヒゲボーボーの人の話をしたいわけじゃなくて、なんでファッションの話をしたいの。わかってるみんな。わかってる。別にこのミケーレが、あくびが好きなブランドグッチのクリエイティブディレクターのミケーレさんがヒゲボーボーだったんですよ。なんかそれがたまたまその人がヒゲボーボーだけで、あくびはヒゲボーボーの人の話がしたわけじゃないんですよ。みんなちゃんとしてこれ一応じゃあ答えますと、首ねひげさちょっとだけなんか苦手なの。おひげね、苦手って言ったらだけど、なんかあんまりひげに触れてこなかったの合ってるよこれ。なんかあのさ、お父さんがさ、首のねパパがなんかこう体毛がなんか遺伝的にこう薄い人で、ヒゲが男の人なのにヒゲが全然生えないの。首のお父さんって本当になんかなんかさ、よくびっくりされるんですけど、そのなんか何ヶ月かに1回ハサミでちょきちょきって切るくらいにしかヒゲが本当に生えないお父さんだったの。だからそのお何人が、男の人が首の近くにはいたから、ヒゲっていうもの、毎日剃るんだよね、ヒゲって。なんかね、なんかそれの習慣がないし、ヒゲが生えてるっていう、なんかチクチクするパパの顔とかもわかんないから、ヒゲになんか少しね、なんか抵抗があるって言ったらあれですけど、あ、ヒゲって思う。ヒゲが生えてるって思う節はあるかも。でも、サラしたヒゲはどうですかってバックヤードからね、サラサラした長いヒゲはどうですかっていう質問がね飛んできたんですけどトークバックからサラサラしたヒゲ、長いヒゲはどうですかって質問が飛んできたんですけどそれはいいかもね。なんかすごいそこにさ、こうやって後ろに隠れてさ、こうやってやってるってやりたい。いい？そうやってもいい？のれんみたいにさ、こう待って、ね、こう長いわけだからさ、こうやってる？これやりたいから、そうなるといいかもね。ぜひね、そういう人を見つけたらメール待ってます。やりに行くんだあくびが。ぜひね、見つけたら教えてください、報告してくださいね。はい、ありがとうございます。続いてラジオネームみのりさんからです。あくびちゃんこんばんは。自分が好きな女の子のファッションは温かみを感じる服です。正確に言えば、好きな人はどんな服でも好きなのですが、冬場はモコモコした服とか萌え袖とか、そういう温かみを感じるものが好きです。服とは少し違いますが、あくびちゃんが時々ツイッターに投稿しているハッシュタグおやすみあくびちゃんは毛布の温かみが相まってとても癒されます。温かみって一体何者なんでしょうとのことですが、ありがとうございます。すごいちゃんとさ、よかった、この有料なリスナーさんがこのラジオにもまだ生き残っててよかったです
すごいね、久々な感じがする。このねメールが来て、あくびはとても安心していて、あくびの心も温かみでいっぱいになっていますが、ありがとうみのり。どんな服、温かみを感じる服。そうだよね、なんかさ、やっぱ冬になるとさ、そういうボアとかね、なんかファーとかそういうものを身につけるとね、冬を感じられて、やっぱ男の人も好きなんだね、そういう格好が。着てる側もね、暖かいしさ、なんかこう冬を感じられるからね、多分好きだと思うんですけど、萌え袖もね可愛いよね。あくびもね、やっぱりなんかぴったりしたさ、服ぴったりの、自分のサイズにぴったりの服もすごい好きだし、そういうタイトな服を着たくなる時もあるんですけど、基本なんか大きいサイズがやっぱ好きで、だし、まあ流行りもあるんですけど、オーバーサイズはね、やっぱここ最近ずっと流行ってる。可愛く見えるよね、やっぱりね。なんかちっちゃい女の子がさ、大きな服着てるとね。あ、でも参考にしよう。じゃ、みのりのさ、みのりがやっぱいいリスナーさんだったからさ、みのりの好みになれるように、あくびも、あくびも、ね、ちょっと、もこもこした服を着て、萌え袖にし、そして、この、ハッシュタグおやすみあくびちゃんね、あくびツイッターに投稿してるんですよ。時々になっちゃってるんですけど、最近ちょっと忙しかってバタバタしてたりすると、寝る前にね、こう布団で動画を撮って、みんなにね、おやすみっていう一日の終わりを告げる動画なんですけど、ぜひね、よかったら皆さん気になったら、このハッシュタグおやすみあくびちゃんって調べてみると、過去のね、動画がたくさん見れるのでね、ちょっと恥ずかしいんですけど。だから、じゃあね、違う。みのりの好みになれるように、もこもこした服を着て、萌え袖にして、毛布をかぶって、おやすみあくびちゃんを撮ったら、みのりはさ、あくびのこと大好きになるってことだよね。そう、あくびさ、来週のね、火曜日にはね、1月19日にはね、誕生日になるからさ、だからみのりが好きって言ってくれるように、誕生日の日にはみのりが好きってさ言ってくれるように、リスナーのみんながさ、あくびのこと好きって言ってくれるように、あったかい格好をしたいと思います。よろしくお願いします。 FM Fuji Girls 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 Flying High。 君色としませんか。君色プロジェクト、高槻あくびがお送りしてきました。ガールズガールズガールズフライングハイ、君色としませんか。今週も終わりの時間がやってまいりました。いかがでしたか。22歳ラストのラジオは、あくび来週には大人になっちゃってるかもしれません。ですけど、皆さんからの好きやおめでとう待ってます。はい。という感じでしたが、皆さん楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そんな君色プロジェクトから告知があります。君色プロジェクト、今年2021年3月の25日には東京の新宿ブレイズというところで4周年のワンマンライブを行います。はい、もう4周年ですが、5年目になる君色プロジェクトですが、皆さんをもっともっと楽しませられるように、それをね、こう実感してもらえるような、それをこう体感してもらえるような、君色プロジェクトどんどん進化するんだってみんなに分かってもらえるような、そんな素敵な公演にしたいと思いますので、ぜひ皆さん気になったらね、新宿ブレイズに遊びに来てくれると嬉しいなと思います。そしてまたね、この日から、私たちと共に駆け抜ける1年を始めていけたら嬉しいなと思いますので、ぜひ詳しくはホームページやツイッターなどをチェックしてくれると嬉しいなと思います。そして来週の1月22日には
なんと音楽雑誌マーキーのボリューム141の発売日があります。はい、こちらね、今ね告知したその4周年の新宿ブレイズに向けてのインタビューとか、あとはこの間ね発表した新章とかのが載ってる雑誌になりますので、ぜひね気になった方雑誌を買ってインタビューを読み、写真も見て、素敵なね雑誌を見て、志を高めて新宿ブレイズに皆さん遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、それではそろそろお時間になりました。君色プロジェクトのさよならじゃなくてを聞きながらお別れです。ここまでのお相手は高槻あくびでした。来週も君色としませんか。さよならじゃなくて。信じていたのね。さよなら。傷ついたこと